ロイ・トムソン初代フリートのトムソン男爵ロイ・ハーバード・トムソンはイギリスで活躍したカナダの起業家。1964年に初代フリートのトムソン男爵として爵位を授かった。1894年、カナダのトロントで利用店の息子として誕生した。第一次世界大戦の間、軍隊に入隊するために十分な視力がなかったため、実業学校へ通った。 第一次世界大戦終戦後、農業を行うために、マニトバ州に移り住んだが、長続きせず、再びトロントに戻った。トロント近郊で、いくつかの職を渡り歩いた後、北オンタリオで、ラジオの受信機を販売する仕事に就いた。その仕事の中でトムソンは、ラジオの送信機を201ドルで入手すると、1931年3月3日に、ノースベイで、ラジオ局、 CFCH を開局した。その後も、ラジオの受信機を売り続けたが、彼の活動の重心は、次第に、ラジオ局へと移っていった。1934年、オンタリオ州ティ・ミンズの新聞社ティ・ミンズプレスを200ドルで購入すると、友人のジャック・ケントクックと共同で、オンタリオ州の各地に新聞社とラジオ局を展開した。1949年までに、美容院、 台所用品工場、アイスクリームのコーン工場など数多くの会社の所有者となった。そして1950年代初頭には19の新聞社を所有し、カナダ日韓新聞社協会の理事長となった。1952年、イギリスに居住するカナダ人を対象とした新聞を発行するカナディアン・ウィークリー・レビューを設立し、イギリスへの進出を開始した。 1952年、スコットランドの新聞社ザ・スコッツマンを買収し、エディンバラに移り住んだ。1957年、スコットランド中部を主な放送地域とする民間テレビ放送局スコティッシュテレビジョンの放映権を落札し、1959年には当時のイギリス最大の新聞社ザ・サンデー・タイムズを含むケムズレーグループを買収した。その後元トムソンは、 カナダイギリスアメリカ合衆国の新聞社200社以上を買収し続け、トムソンのメディア帝国は多国籍企業へと成長した。1966年には、アスター家からイギリスの新聞社ザ・タイムズを買収した。1964年、初代フリートのトムソン男爵として、爵位を授かった。百七十六年、イギリスのロンドンで没すると、息子のケネス・トムソンが、 トムソン社の会長につき、二代目フリートのトムソン、男爵として、爵位を継承した。ありがとうございます。